だいぶ髪が伸びてきましたね。そろそろミヨンちゃんが登場するんじゃないかい。皆さん、緊急事態でございます。私の過去の写真がね、流出します。っていうのも、なんかね、久々に写真をね、整理してたんですよ。そしたらね、高校時代の吹奏楽の写真とか、まあ、たくさん出てきたわけですよ。僕ね、写真とかあんまり好きな方じゃないんで、友達とのツーショットってのは少なかったんですけど、その代わりに、なんだろう、部活の写真がすごく多くて、学年で撮った写真とか、パートで撮った写真とかっていうのが結構ありまして、それを今から自らね、流出するわけですけれども、高校2年生の地区のコンクールの写真なんですけど、ぶっ飛んでんだよ。その前に一応ね、説明しておきます。わかんない人のために。コンクールで本番が終わった後に写真撮影っていうのが絶対あるんですよ。その時間っていうのがすごい限られてて、終わったらすぐ外に連れ出されて、その流れで楽器を持って写真を撮るんですよ。まず全体の写真を撮りますっつったら、学年で撮って、パートで撮ってっつって、まあいろいろね、他の地域によってはまた変わってると思うんですけれども、僕のところは全体写真、学年写真、パート写真でした。でね、高校2年生の地区コンクールの時に、とりあえず急がないとっつうことで、みんなね、マレット持ったりとか、自分が担当したもののスティックとかを持って外に出たんですよ。でも何を思ったか、俺はマレットもスティックも持たなかったんですよ。僕はね、こんなものを持っていきました。ちょっと分かりづらいんだけれども、これジルジャンって書いてあるんですよ。ジルジャンと言ったら、そう、シンバル。僕ね、刷新のね、スタンドをスポーンって上だけ抜いて、それを持ってったんです。バカだ。次の学校来ます、次の学校来ますってやってるのに、急いでるのに俺はスポーンって抜いて、しかも俺刷新担当してなかったのよ。刷新を担当してなかったのに抜いてわざわざ持ってったわけよ。だってさ、他の人たち見たらさ、バスドラのビーター持ってたり、ティンパニのマレットね、俺だけね、傘を持ってきたかのように、しかもね、肩にかけてね、ちょっと腰に手を当ててね、かっこつけてんだよね。でね、その隣にいる後輩なんだけど、後輩はね、なんか俺に釣られたかわかんないんだけど、ベルを持っていきました。これ外だからね、外にわざわざ写真を持ってくって頭おかしいでしょ。そんな過去のぶっ飛んだ写真ですよ。ちなみに高校1年生入りたての時の俺はこんな顔してます。